すき焼き戦かもね。映像はより鮮明に、より忠実に。誕生スーパー X ハイビジョン管。オリンピックで培った技術が生かされています。パナソニックハイビジョン、パナソニック。こんばんは、ニュースをお伝えします。和歌山県御座川町で今日土砂崩れが起き、落石防止の工事をしていた作業員3人が死亡、1人が軽いけがをしました。今日午後1時半ごろ、和歌山県御座川町で土砂崩れが起き、落石防止工事をしていた作業員4人のうち3人が生き埋めになりました。3人はおよそ2時間半後に救出されましたが、頭の骨を折るなどして死亡しました。また1人も軽いけがを負いました。現場では斜面に網をかぶせるなど落石を防ぐ工事が行われており、今日の作業を終えようと道路に降りた途端、土砂崩れが起きたということです。次に、O157 に集団感染した盛岡の小学校では新たに2人が二次感染していることが分かりました。岩手県の発表によりますと、新たに O157 が検出されたのは緑ヶ丘小学校の児童の家族2人です。これで O157 が検出された学校関係者は合わせて220人となって、二次感染者も2人増えて5人となりました。なお、二次感染の心配されている盛岡市内の2つの小学校では、これまでのところ O157 は検出されていません。あの人は悪魔。今、白鶴淡麗純米でギバちゃん三直プレゼント。あ、事実売れてる白鶴淡麗純米、うまい。絨毯掃除はボーリングの球を引くくらい力がいりました。ナショナルマジカルは勝手に進むみたい。かける力半分、ゴミの取れ方2倍。お待ち、マジカル。マジカルテニスか。今プレゼント。こんばんは。明日の関東地方は秋晴れの一日、ただ気温が少しだけ高めですので、スポーツをする人は汗の始末をしっかりしてください。明日は上空の寒気も東の海上へ抜けて、移動性の高気圧に覆われるため、日中は全国的に晴れるでしょう。ただ低気圧や前線の近づく午後は日本海側の地方で雲が多くなってきそうです。関東地方の明日は朝からすっきりと晴れ渡るでしょう。今日のようににわか雨が降ることもなさそうです。明日朝の気温は今朝より 1,2 度低め、日中の気温は今日より 2,3 度高くなるところが多く、各地で夏日となりそうです。ファインケミカルの3ボンドの提供でお送りしました。その走り、ニュー 4WD サラブレッド、より強く、よりしなやかに、チャレンジャー誕生、三菱から。ほんの小さな、あ、つみれ、うまい料理にはこれだな。あなたにはいいお酒を飲んでほしいと思う。純レジェンド、明日もよろしく。時代に乗ろう、 GDI に乗ろう。GDI ギャラン誕生、三菱から。あら、鈴木さん、先日は結構なものいただきました。ありがとうございました。 Did you like it? ええ、とっても。 Very good, see you。 どうしたの？今日はノバの日よ。ノバ、今なら入学金全額免除。 Be careful!